とても賑やかだった洛陽の市場は、現在、ブラックマーケットの商人たちが集まる場所となっている。楼閣はなくなり、当時の華やかさは感じられない。一面に広がる楓の林だけが、かつての姿を。アンダポリンはかつて、ミッドガルド大陸に生息していた、珍しいポリンだった。彼らは甘やかされて育ったために血だらくで、絶滅の危機に瀕していた。巨船は彼らの可愛らしい姿を見て、洛陽へと持ち帰った。この可愛い生き物、金鋭になりたいファナ族の男性は、若いうちに予備隊に入り、長い訓練と鍛錬を経て、金鋭の試験に合格しなければならない。無事に合格できた者だけが、影の司の一員になることができる。自身の性別を変えることができるので、道で可愛い狐の女の子に出会ったら観察するといいだろう。次の瞬間には可愛らしい男の子の狐に変わっているかもしれない。たちは毎日洛陽の様子を伺い、洛陽の結界が緩んでいる隙を見つけては、時空の亀裂から落日の浅瀬へと入り込む。総合には石化の能力があると言われている。彼女たちと目を合わせた者は皆石になってしまうのだ。勇者パーシーは鏡がついた盾を使って石化の能力を反射させ彼女に打ち勝った。